赤崎姿勢を赤バシマシマシベイビーはいってやりました。豚犬さんですね、千葉県市川市南八幡、元八幡駅にある、お店でございますが、こちら都営新宿線と総武線の駅ですね、元八幡駅ね、玄関口ですね。終点でよく見る。終点でね、元八幡行きってね、はいはいはい、よく見る。3月15日に、オープンしたばっかりのお店でございまして、最高じゃないですか。最高ですよ。あ、最高の日だ、うん、豚星出身のね、あの門犬さんのお店ということで豚犬という、ああそういうことで名前でございます。なるほど。はい、というわけでね、ラーメン、赤いラーメン、つけ麺、赤いつけ麺、汁なしと、ありまして、まだちょっとオープン間際だったんで、今回ラーメンしかございません。なるほど。ね、で、女性向けのあの、プチシリーズやトッピング類いっぱいあるんですけども、今回私はやっぱりね、大ラーメンを選択して、どんな一杯が来るのか、待ったわけですね。待ったわけですね。はい、待ったわけです。そして、こちらです。大ラーメンの、全部、一応マシマシができる。はいはいはい、はい。トッピングになっておりまして、デフォルトですね、こうやってね、豚2枚のはずだったんだけども、3枚入ってるラッキー3枚豚ということで、これはラッキーなの。ラッキーです、はい。わーすごい。まあ、ちなみにこれプチにするとね、豚1枚のうずら4個なんですけども、ザキさん今回プチにしようとして、あーそうですねダメですってなってはい、ダメです。通常の女性のお子様だけですね。で、こちら豚がですね、ビーフジャーキー豚なんですよ、もう本当に。いや、ビーフだよ。めちゃくちゃ硬かったっす、ね、ポークだから。ポーク。豚じゃないって。ポークジャーキー、まあ、ビーフジャーキーというのが伝わりやすいかなと思いました。ね、スープいきましょう。ね、乳化したスープが特徴的だった豚節さんとは全然違います。非乳化ですね。ド非乳化で、で、どんどん食べ進める野菜でございます。スーパーハート出ちゃいましたね。まずキャベツがね、多いし。キャベツ多いし。まあ、ザクザクのマジで、僕史上最強の型度、なんか粗切りでね、あそうそうそう、大きいよね、そう、大きいね、一枚一枚、ただもやしとキャベツも55なんじゃないかぐらいの、ね、キャベツの多さでございますね。さあどんどんいきましょう。油ね、ラッキーでかい油入ってました僕も。でかいね。入ってました？入ってないですよね。まあラッキーだったらまあ赤星だったのかね。いやそうっすか。はい。でかい油以外にもですね、割と油量がそのものが多いんで、これ野菜とね、組み合わせながら最後まで食べれるというのもいいところですね、これね、はい、さあ行っちゃいましょうか、麺、こんな感じ、よいしょ見た目からもですね、これツルツルが、シコシコが伝わりますね、ツルシコ麺ね、ツルシコ麺、ずっしりとね、結構重いんで引き出す、弾けるようなですね、もちもち感の特徴もね、なんかうどんみたいな感じも、そう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 、もう口入れとカウンター気味に歯が開いちゃう、口が開いちゃうもん。でもじゃあ弾力がね、弾力があるね。さあニンニクね、まあ日によってすっきりスープなんで、安定の辛さをこう加えていくことによってね、はいはい、味変の効果が高まるというニンニクでございましたけども、まあどんどんね食い進めておりますが、ね、これ噛むから、ね、どうなると思います？ニンニクも噛みますよね。ニンニクも噛みます。全部噛むだろう。あ、そうだから、まあ、どういうこと？辛さが一致で、普通のところよりも辛さがこう伝わるってこと。なんかあるかと思ったら何もなかったね。しょっぱレベルは 3.5 です。はい、3.5 です。はい、卓上開始はね、あの飲みやすかったんで。いや違う。飲みやすいとかないの、ね、日本酒みたいな言い方やめてくださいかけるもんだから濃い麺を、ね、作りやすいですよ。だから濃い麺を作りやすいですね。頼んだけどね、ブラックペッパーね、書いていきますけども、今回なんと粗挽きブラックペッパーをご用意していただいたということで、キャベツとの相性がいいよね、やっぱね。なるほどね。野菜炒めの使い方ですね、完全に。それもなんかよく考えてらっしゃる、香ばしい感じ。そうだね、というか後半になってもですね、このキャベツの量凄まじいんで、マシマシした場合はこれ、もちろん使わずにいられないと、なるほどね、いうことなんですよ。あ、なるほど、野菜のみをね、野菜のみを、そう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 、食べるためには、ということで、まだキャベツのターンがありますけども、ファイナルキャベツ、ようやくか、ファイナルキャベツをね、各地食べて、ね、うん、ここでちょっと待ってください、とんでもないことに気づいたんですね。ちょっと巻き戻しましょう。おーおー、ちょっと巻き戻しますね。なんだ、着丼まで戻ります。木更津キャッチャイの方式じゃあちょっとメニューをね、見ていただきたいんですけども、はい、こちらです。なんだ、生卵。あああれどうしたの、あれ飲んでたんですか。あ、忘れた。最後まで。いや、あるそんなこと。完全に忘れててですね。おい。ロッキー。ロッキーだな、プチロッキー。ロッキー。ということでね。
赤崎さん自分の食べてるんですけど、こんなことになってたんですよ、こっちなんで。あー、わかんなかった。生卵はもう生卵よ。いや、これはね、なんか栄養補給にもつながるんでやってください、皆さん。いや、ダメだよ。ダメか。19.54。醤油も卵も直飲みして。本当に忘れてた。マジで忘れてた。そんなことあんだ。ねえ、本当に。量すごかったから、結構な時間要したと思うんだけど。いや、そうだったよね。その間ずっと忘れてたって。忘れてたんです、はい。ずっと。やっちまったなぁ。いろいろ考えてたんで、ね。やっちまったなぁ、これは。いや、生卵もね、卵もね、券売機にこう、バッテンがついてるものがいっぱいあったから、生卵も唯一トッピングできるものだったんだけど。数少ない解禁されたトッピング。そう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 。ベタケンさんね。自ら封じてしまって。自ら封じてしまって、これからまだまだ解禁していくけど。タケンっていうね、でも単語ね。うん、僕の大学に舞台技術研究会、はい、略してブタケンがあったんですよ。だから個人的すぎる。知らんな。ブタケンといえばあのブタケン。知らんな。その反り込み僕らないんで。ないっすか。ちゃんとこのお店がブタケンだっていうことは。どっかでブタケン聞いたことあったことは、どこで聞いたことあったんだ。何でも話していいですか。オッケーです。あの、思いついたこと言ってもらったことなんですね。マジ。以上です。美味しかったです。ごっつんでした。なるほど。Thank you.